このフォロースルーダイナミックこう肘が伸びる、まあ、といいますか大きいフォローになってフィニッシュがこうビタンとしっかり決まる。もちろん見た目だけではなく球も安定する、引っかかりにくいフィニッシュっていうものがあります、まあ、ワンポイントでできるようになると。そのポイントを今からお伝えしていきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあ早速やってまいりましょうか。はい、カメラマン翔吾、まあもちろんかっこいいフィニッシュしたいですよね。もちろん、はい、はい、今からお伝えする内容は、冒頭でもお話ししたように、まずはもちろんですけど見た目が綺麗になります、うん、はい、見た目が綺麗になってちゃんと体が回りきります、うん、体重も左に入りきります、はいはい、そしてそれだけではなくてもちろんその効果によってボールも引っかかりにくくなります。ちゃんとまっすぐ飛びやすいと、うん、はい、まあ、コントロールしやすくなってきたのかな。それがまあたった一つのポイントだということなんですが、はいはい、もう早速結論からいきましょう。お、これフィニッシュで、ね、何をするかっていうと、このフェースの向きですね、うん、このフェースの向きが下を向くようにします。ほう、こうじゃなくて、はい、こういうことです。へ、このようにフィニッシュでフェースが下を向くようにフィニッシュする。クラブの向きはどっちでもいいです。こうなってもいいし、まあこっちの下の方がいいんですけど、多少ね、あと下に来るんですけど、こうやってやるとこういう感じで斜め下に来るんですけど、こういうふうに全然見た目違うでしょ。これだけで、これとそうです、ね、これだけ、うん、はい、こうするだけでね全然変わるんです、はい、でこれよく生徒さんとかにも言うと、どのタイミングでやるの、はい、って聞かれるんです。タイミング、そう、どこでこのフェース下向けるのって聞かれるんですけれど、うん、もうタイミングとかないです。フィニッシュ取った時にフェースが下向くように、うん、左手の甲が下を向くように、うん、終わるだけです。うーん、最初後付けでも構いませんから、ここに来た時にこうなってる、こうなってる、うん、こうじゃない、こうなってる、ほう、はい、これだけ気をつけてください。で、なんでこれするといいのかということなんですが、はい、まずね、チキンウィングってなぜなるって話なんですけど、左肘が抜ける、うん、はい、まあ、いろんな理由があります。ゴルフでもいろんな理由出してますね、うん、で、まあ、基本的にはフォローするで腕を伸ばす意識したって叶わないよって話はよくしますよね僕、はい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 、こっちで意識してもしょうがないと、こっち側の動きが影響してこっちが出るんで、うん、例えば前回の左腕が外を向いてるとかもそうだし、うん、まあ、アウトサイドインもそうだし、例えばそもそも体の回転使えてないのもそうだし、そういった動きが全て重なると必ずと言っていいほどやっぱりこの肘は抜けます、うん、で仮にですけどそれが全部治った、治ったけど引く場合もあるんですよ、は、はい、それなんでかっていうと、やっぱりねエネルギーってこうフォローするは内側にかかっていくわけですよ、インサイド、うん、それを引くだけの行為なんで結構簡単にできちゃうわけです、うん、こういうふうに押し返すのはエネルギーに反してますよね、クラブの行きたい方向を反してるんで、うん、なかなか難しいわけです、うん、でもこっちに引くことは簡単なので、どうしてもこういう引く動きって入りやすいんですよ、はい、だからいくらこっちが綺麗に触れてきてこう左腕が伸びる準備できてても、そこからこう癖でこうやって引いちゃうとかがある、はいはいはい、でそれがなんでこうなると治るのかっていうと、まあ、この形で、まあ、こうやってちょっと左腕出してもらっていいですかね。この状態のまま左手こう背屈させましょう。肘どっち行きますか、うん、前行きます。前行きましたね、はい、じゃあこれ下向けていきましょう。肘は外行きます。はい、そうですね、つまりフィニッシュを取った時にフェースが横向いてたりすると肘はどんどん外へ向かっていきます、まあ、つまり引く方の動きになるってことです。はい、はい、これがフィニッシュでしっかり甲が背屈する形になると肘は前に出ます。フィニッシュを取った時にこっちに行かないんです、はい、そうすると引いた動きからそれはできないんですよ。例えばここでこうやって思いっきり引いてこんな風にできないんです。なのでここにゴールを決める、ここに振って
ここに収めるんだぞと、こういう形で収めるんだぞと、うん、いう意識さえあれば、そこに向かってあとは振るだけで勝手にフィニッシュが大きくなります。おー、はい、まあ、この後でカメラマン勝利実験してみましょう。はい、もともとチキンウィングの癖があるんでね、はい、あります。もちろんこれをやるだけで今言ったように肘の動かし方が変わると。じゃあなんでゴールで意識するのって話なんですけど、まあ、先ほども申し上げたようにここでは何もできないの、ゴルフって。まあこれはもうやってる人なら分かると思います、ね、よくここでこうインパクトでこうしましょうとかもたまにあるんですが、確かに感覚を伝えるときは僕も言いますけど、うん、意識してやれるもんじゃない。お、何万分の1秒ですからね、一瞬って。ああ、そういうですね。だから何かしようなんて無理ですし、そもそもこのゴルフクラブ相当のエネルギーかかってるんで、相当の握力、まあ、それこそゴリラ並みの握力がないとこいつうまく制御できません。仮にこっちの軽い方だったらそんだけど制御できるんですけど、そんなわけにもいかないからね、やっぱり、はいはいはい、だから制御できないんです、うん、だからあえてゴールを決めるっていうのが大事だ。こういうゴールにする、はい、このゴールに向かって振るぞと、最初にフィニッシュのイメージを作ってこういう形にする、手の甲をこうする、フェースが下向いてる、この形で終わるんだ、よしそのまま振ってみよう、ブンってやると自然に大きくなると、いった感じでございます、はい、でなんで体の回転も綺麗になるのって話なんですけど、この形さっきやったように肘が例えばこうなると、例えば体回りきってなくても回った気になれるんです、自分、うん、ましてやこれ回ってるように見えるでしょ。もう見えます、見えます、見えますよね、はい、でもこれって肘ここに入れるとこんだけしかないんですよ。お、回ってないですよね。回ってないですね、はい、なんでかってこれなんで回り感じれるかっていうと、この肩甲骨がぐっと後ろに開いてるからですよね。はいはい、だからパッと見も回ったように見えるし、自分自身もすごいストレッチ感じてるんで回った気になります。でも足を見てもらったら分かる通り、足はもうこんだけしか動いてないんです、うん、はい、なので回りきてませんと。これが自己判断できます、うん、自然にここに持ってこようと思ったらこれじゃ足りないので、うん、無意識にここまでいきます、うん、はい、なので回転量も増えるから球もまっすぐ行きやすくなると、手打ち感がなくなるわけですね、はい、なので基本的にプロゴルファーとか上級者っていうのはやっぱりフィニッシュをしっかり取ってくるんですよ。まあ一定数ねこう取らない選手もいますけど、うん、はい、基本的にはフィニッシュをしっかりと取るような動きをして、まあ、振っていく。そうすることによってバランスのいいスイングになるといった感じですね、はい。まあ、一度カメラマンショーを試してみましょう、はい、それではいつも通り。おお、そんな感じね、はい、まあ前半というか、わ、後ろだ。過去の2回のレッスンでだいぶスイングが変わったから、まあ、それでも見栄えはだいぶ良くなったんですけどね。なるほど。ポイントはね、手の位置を高くしながらこうは下向けてください。手の位置、1回ゴール作りましょうか。そう、手の位置を高くして、そうそう、高くした状態でフェースが下向くような感じ。これ低いんで、こういう感じで、こういう感じ。うわ、はい、この辺で終わるようにちょっと意識してください。なるほど。ここから高い位置で下を向く。おお、めっちゃいいフィニッシュ。いい振り抜きやったね、今。勝ちよかったよ。こっから高くしてフェースは下向ける。おお、急にカメラマン正午のスイングじゃなくなった。思ったより上ですね、手が。ああ、でもそんな高くないですよ、見た目は。うん、みんなそこです。よっぽど低かったんですね、今までは。まあ引っ張ってたからね、どうしても。逆に言うと低い位置が馴染みすぎてるから、そこに行くしかないから引っ張るんですよ。こういう感じで。そう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 。基本みんな、まあ、まあそれは高すぎだけど、その位置から巻きついてる感じですから。こうか。そう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 。こうか。そう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 。うん。うん。いいスイングになってきた。なるほど。いいよ、球も安定してきたよ。
さあ皆様いかがでしょうか、まあ、今回以上になりますけれども本当ワンポイントだけでしたね。ポイントはフィニッシュしていただきにこのフェースが下を向くように、前はいわゆるこの左手の甲がちょっと背屈するような感じで終わっていただくってことと、うん、ちょっと一つ言わせてたんですけど、まあ、少し手の位置が高くなるように、まあ、ちょっと本当左耳よりも高い位置、はいはいはい、高かったですよ、うん、まあ、もちろんね低い位置に来ると左手の甲を背屈できないので、こう高い位置に来ないと手の甲が背屈する、そうそうそう、低い位置に来るとね、あ、うん、低い位置に来ちゃうと背屈できないから、まあ、左耳よりは高い位置にいるような感じでこう左手の甲を背屈するとしっかり巻きつくような動きになってくるんです、いった感じです、はい、まあ、これだけで関節の入り方が変わってくるんで、まあ、それだけで蓄音がなくなったりとか振り抜きが縦になったりとか、まあ、いいことしかないので基本的に、まあ、やっていただくとね、もちろんこれだけで体の回転でも変わってきますので、はい、ぜひねお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。